はいどうも、はるきです。今回もこちらでございますね。どんどん開けていきますよ。ディズニーキャラクターパート7のチョコエッグの開封第3回目でございます。ね、2回目、1回目と見てない方は説明欄にリンクありますので、そちらから、ぜひご覧ください。でね、パート1、パート2にね、結構たくさんって言っていいのかな。まあ、何件かのね、コメントが来てすごく嬉しく思っています。ぜひね、何かありましたらね、コメントで言ってくれると嬉しいですね。コメントがね、何気に一番嬉しかったりしますね。うん、チョコエッグと、まあ、全動画で。はい。あ、こうじゃねえや。前回、前々回と結果は、こんな感じでございます。うん。あと5種類ですね。まあ、いけると信じてますよ、僕は。まあ、あと5種類はね、いけそうな気がしますけどね。うん、よし、やっていこう。とりあえず今欲しいのはオラフの普通のやつかな。うん、音が鳴らない。いやー、かぶった。ジーニーがかぶった。避けますね。出だしはあまり良くないですね。さあ2つ目開けていきます。そう、どうしてもこのね、カメラのマイクとの距離感がつかめなくて、こうカメラに息が入っちゃうんですけど、気をつけますね。うん、あとチョコを割るのうまいですねってコメントが来たんですけど、経験ですね。お、来た来た、ズートピアのやつでしょこれ。おお、ニックワイルド。うん、いいね、来た、新しいの来た、やった。あと4種類、これはないけそうな気がしてきた。このペース出てくれれば、新しいのが出てくれればコンプリートできる今回で。まあ、そううまくいくかは分からないけどね。いいね、このだらしなさが好きですね、こいつは。こんな感じでございます。長いね、足が短いのかな、こいつは。そうだね、足が短いんだね。でもね、これ結構ね、ディズニーチョコエッグらしくて好きですね。なんか、こう、毛並みがあるやつって珍しいから、チョコエッグではクオリティが高く見えますよね。さあ、3つ目、ここでも新しいのが来てくれたらもうすごく嬉しい。てかもう早く来てほしいよ。ほい、あー、かぶった。ミッキーマウス、ミッキー4体目。多いな。ミッキーもね、ミニーもね、ジーニーも多いんだよね。うん、なんか今回は特定のものがいっぱいかぶるパターン。うわ、ねっとりしてる。経験ですとかね、なんかドヤ顔しときながら全然うまくないっていうパターンですね。あー、かぶった。さっき来たばっかりでしょ君。もう、さあ5個目、折り返し地点でございます。そう、自分の中での決め台詞を噛んでしまった。うん、毎回言ってるとね、その言葉にもね、愛着が湧いてくるんですよね。はい、うまく割れた。どうですか皆さん、経験です。これが経験です。これが3年弱のチョコエッグを開けてきた男の経験。すいません、開けていきましょう。はい、さあ来い。ああ、お前はもういいよ、お前はもういい。ここで来てくれないかな、そろそろ来てくれないかな。ここでね、来てくれたらね、すごくメンタルがね、保たれるんだけど、ちょっと焦ってきたよね。オッケー。チョコがうまく割れた日っていうか、やつは来る気がする。なんでこんなにも来ないかな。フック船長が降臨しました。どうせならツムツムシリーズが被ってほしいんだけどな。頼むぜ、マジで。頼む。お前にかけてる、俺は。残り4つあるけど、これ含めて。俺はお前にかけるよ。さあ、おーっと、来たよ。綺麗に割れたよ。うん。さあ、行くぜ。来い。頼む。来てくれ。うわ、あー、新しいのかと思っちゃった。久しぶりすぎて。お前の顔が見るのが、久しぶりすぎて、新しいの来たかなって一瞬思っちゃったよ。期待返せよ。まあ、でも、アリスに罪はない。うん。よし、切り替えていこう。いいよ。もう今回一緒に出てるから、いけなくもない。あと3個あるんだ。よしよしよし。頼むぜ、来てくれ。チョコの割り方の調子が半端じゃなくいい。行くぞ。来い。来い。
まあでも許そう、お前なら許そう、つむつむシリーズなら許せる。でも毎回のごとく言ってるけど、先にコンプリートしてから被ってほしいな。さあ9個目、さあ終わりが見えてきましたね。で今回はちょっと動画の時間が短いような気もしますけど、いいね、チョコの割り方はもう絶好調、チョコの割り方は絶好調だよ、来い。うわあ、そっちかお前、そっちのオラフかよ、もう、普通のオラフが良かったな。さあラスト、今回ラスト、まさか今回は新しいのが1種類で終わってしまうのか、それは厳しい。やっぱりチョコエッグが後半になってくると厳しいですね。頼む、来てくれ。逆にこう汚く割れた方が来るパターンかもしれない。来い、新しいの来い。お前かーい、やばい、今回ダメだ。はい、こんな感じですね。今回出たのがこのズートピアのニックワールドだけですね、新しく出たのが。あとは全部かぶりです。地獄だー、今回の回は地獄だ。チョコエッグシリーズでね、毎回パートん違う、一種類のチョコエッグに一回は来るこの地獄の回ね、この絶対一回は来るんですよ、どのチョコエッグでも。次回でコンプリートができるかどうかってとこですよね。厳しいな、このフック船長のフックについて語っていた頃が懐かしいですね。絶対やだとか言ってたとか懐かしい。まあでもつむつむシリーズが今回はやっぱり出たからいいとしたいんですけど、つむつむシリーズ全部出たかな、出てないのを探しましょう。出てないのがオラフの普通の顔バージョンと、ラプンツェルとオーロラ姫とこのヒューイ・ディール・ルーイっていうやつですね。これが3種類、3、4、5、あと6種類もあるんだ。そんなにあんのか、あと6種類、そんなにある、あと6種類ですね、あと6種類でコンプリート、思っていたよりありました。ちょっと今焦ってますね。今回買って4ボックスでコンプリートできるのがちょっと怪しくなってきましたけど、ぜひね、心をね保って、冷静を保ってね、コンプリートになっていきたいと思います。奇跡は起きるます、はい、起きるます。それではね、今回はね、こちらのねディズニーキャラクターパート7のチョコエッグの開封第3回目でございました。よければね、次回のラストも見てください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。